はい、どうもこんばんは。今日は、何の曲を聴いてたと思いますか？はい、正解です。ライオットの、エンジェルアイズですっていうことで。まあ、ライオットを、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、代表曲といえば、サンダースティルじゃないですか。ね、サンダースティル僕も大好きなんですけど、どちらかと言いますと、エンジェルアイズの方が、僕好みなんですよ。ね、ご存知じゃない方は、一度くらいは、聴いてみてください。もういいですか？3、4回撮り直してますから。もう、そう、噛んだり、ね、映像見ながら、あ、これダメだ、みたいな。3、4回撮り直してますからね。これで許してください。で、今日なんですけど、まずは、ゴミタケのポスト、ね、ご覧ください。数時間前のポストなんですけど、ね、またね、皆さん、俺は金ないんで、お金くださいよって、ね、呼びかけてます。これよく覚えててください。これ見ました？特に一番下、これ振り込み先、ね、覚えておいてください。で、未だに、騙されてるアホ信者、何人かいらっしゃいます。ご覧ください。寄付先、PayPay だと、気軽にできて、助かるのですが、銀行振り込みの方が、よろしいでしょうか。で、ゴミタケの返信が、そちらの方を、ご希望の方は X のメッセージで、対応いたしますので、よろしくお願いいたします。なあゴミタケさ、俺のポストもしくは動画見てるからか知らないけどさ、消したよな、PayPay と、auPay。 そう、こいつね、みずほ銀行しか乗っけてないんですよ。そう、ツイッターにポストしてないんですよ。で、次は、襲われないように、気をつけて、俺は結構喧嘩が強いので、ボディーガードにしてあげたい。強し。俺は誰よりも強いって。喧嘩だったら負けねえって。で、最後が、給料が出たら、すぐに、頑張ってくださいと。ね、以前にも何人かいたよ、こういうやつ。給料入り次第振り込みますと。今手元にお金がございませんと。ね、もう少し待ってね、ゴミたけちゃんみたいな。さ、自分の生活を削ってまで、なぜゴミたけに振り込むの？ね、まずさ、自分の生活ができてそこからじゃないの。何か買ったりさ、ね、ボランティア活動だったら寄付したりするのって。給料入らないと、振り込むことは振り込むって言っても、ね、数百円とか数千円程度でしょ。それがないってことでしょ。やめとけってお前。ね、はい、ということで、な、ゴミタケさ、いい加減働かない？ね、このクソ信者さ、どう思ってるか知らないけど、信者が学校に現れたんでしょ？ゴミタケに頼むんじゃなくて、ね、携帯電話で110番してください。ね、学校に不審者いますよ、みたいな。それで解決しますから。ね、ゴミタケに、ね、活動費、ね、支援する必要ないの。もう電話一本で、ね、どこどこの小学校、中学校に、不審者がいます、助けてくださいと。ね、110番すれば解決するから。はい、ということで、ゴミタケの紹介は、以上になります。で、次は、面白いコメントだな。はい、ご覧ください。ローランドの、パチモンかよっていうことで、金髪なだけでしょ。そこしか違うぞ。そこだけでしょ。ねえ、ローランドさんね、詳しくないんですけど、僕東京に出てきて、4年半は新宿に住んでたんですよ。新宿に住んでまして、今でも毎月、まあ新宿にはさ、買い物と、まあ食事行くんだけど、ホストの話しますか？ホストの話。まあ自分は、オンリーユーでやってるじゃないですか。まあ名前にユーってつくんですけど、これも2年ぐらい前ですかね。昔、オンリーユーっていう、ホストが歌舞伎町にいましたっていうコメントが届いたんですけど、はい、こちらの方です。で、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、有名ですよね。まあホストとして、では、まあ、ホストとしても有名だと思うんですけど、女優の飯島直子さんと、まあ、交際してたっていう。ですよね。
次はこちらをご覧ください。もう全部読むのめんどくさいんで、まあ簡単にご説明いたします。まあ飯島直子さんといえばチューブの前田信輝さんと、まあ、結婚してたわけじゃないですか。で離婚してプライベートでホストクラブに行ったんですよ。でホストクラブに行ってそこで指名したのはそのオンリーユーさんなんですよ。で彼まあホストじゃないですか。でまあ女性ってさ、ね、私だけを見てほしいというかさ、ね、あるんじゃないですか。付き合ってほしいとか結婚してほしいとか。でまあ独占したいってことですよね。で飯島直子さんは、1日に500万を、貢ぎました。でなボトル何落としたか知らないよ。そう、500万貢いだり、プライベート、何でしたっけ？会社や、2億5000万でしたっけ？ですよね。2億5000万の、まあ、同棲するためのマンションも、購入してあげましたっていうことで。そう。でも、残念なことに、2007年に、まあ、結婚はしてなかったと思うんですけど、まあ、破局したっていう。これ有名な話ですよね。はい、っていう感じになります。ねえ。ホストやね、キャバクラをね、ちょっと、見下すというかさ、まあ、嫌いな方もね、いらっしゃると思うんですけど、僕、最近のホストは知らないですよ。ローランドも、ね、お店なんかいくつかは持ってるじゃないですか。で、YouTube だったり、なんかテレビでさ、見たりするんだけど、最近のホストってさ、学生なのか、なんか K-POP のアイドルなのか、区別つかなくないですか？なんかツイッターでもさ、リポストされて、そう、回ってきたりするんだけど、みたいな。これホスト？みたいな。ねえ、なんか、可愛い系がウケるんですかね。で、僕のタイプですか？僕、この方なんですね。カエデジューザさんっていう。かっこよくないですか？なんていうんですかね。こういうギラギラしてる顔が僕好きなんですよ。なんか、可愛らしいみたいなね。マダムというか、まあ、老婆に好かれるような、ね、男性嫌いなんですよ。なんでこの方、こういう顔のこと、まあ、今はもう40過ぎとかじゃないですか。まあ、詳しくは知らないですけど、大阪のホストでしたよ、確か。はい、ということで、で、最後は、まあ、バンド紹介ではなく、メンバーシップを、まあ、昨日の深夜、設定してみましたということで、入ってくれた方、何人かいらっしゃいますよね。どうもありがとうございます。高くないですか？ね、値段だけを、金額だけを、まあ、覗かれた方いらっしゃると思うんですけど、1190円なんですよ。ぼったくりだって。一つ言っていい？以前から、いや、高いですよって俺言ってたし、あと、俺他の配信者と違って営業かけねえじゃん。チャンネル登録してくださいとか、ね、グッドボタン押してくださいとか、俺営業かけないでしょ。で、他の配信者って、いいことしか言わねえじゃん。好かれたいから、登録者数上げたいから、視聴回数上げたいから、イコール、金だから。そう。金のために、ね、どんな動画でも。そうですよ。自分のペット映したりさ、息子とか娘映したりさ。そう。そんな動画しかないでしょ。で、俺みたいにさ、思ったことをさ、ね、何でもズバズバ言っちゃうと、登録者数伸びないし、視聴回数も伸びない。要は分かってるんだけど、実際そうさ。金のためでしょ、やってんのって。あとは目立ちたいとか。ね、そういうクソインフルエンサーが多いんですけど、まあ僕も、Google さんの方から、メンバーシップやれと。まあショート動画もっと上げろよと。もう毎月しつこく、DM が届いてたんで、YouTube を始めて3年と数ヶ月。やっと、メンバーシップを設定しましたっていうことで、はい、料金は、まあ1000円ってなかったんですよ。そう、1000円の上が1190円、その190円よくわかんないですけど、そう、1190円があったんで、設定しました。強制じゃないですから。はい。まあ、なんていうんですかね、この、これ。まあ、僕のじゃないですか。僕ので、人によってはさ、この下とかさ、この横に、メンバーになるって出るわけじゃないですか。ね、僕出ないんですよね。で、このコミュニティ、そう、このコミュニティを押してもらうと、そう、ここに、まあ、リンク貼ってあるのと、あと、ツイッターとインスタに、貼っておきました。これね、調べたところ、なんかね、この、ちょっと待ってください。エガちゃんとか行きますか。こんな感じです。そう。ね、チャンネル登録と、このメンバーになる。これが出る人と出ない人がいるんですよね。
そう、僕出なかったんで、ね、ここの横のコミュニティ、そう、ここに、まあ、リンク貼ってあるんで、まあ、Twitter とインスタにも、貼っておきました、よろしくお願いしますっていうことで誰が入るかって、だから別に強制でもないしそう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 、これで、ね、僕ね、少ない方が楽じゃないですか。まあ、特典になるかわかんないんですけど、まあ、ライブ配信やるじゃないですか。ね、ライブ配信と、あと、まあ、ドラムの演奏動画。まあ、もう叩くじゃないですか。まあ、それぐらいしかないんですよね。あと、なんかさ、メンバーになられて、数ヶ月後にさ、なんかバッチみたいな。そう、なんか設定とかできるんですけど、まあ、初期設定というか、まあ、Google さんで、そう、用意された、まあ、そのままにしてるんですよ。まあ、後で変更できるんで。まあ、金額は変更はできないです。で、まあ、何しようかってそれぐらいですよね。まあ、グッズなんて別にね、そんなの考えてないですし、あとは、視聴者の方の、例えばドラムでこれ叩いてくださいとか。そう。まあ、そのリクエストでもいいかな、みたいな。だって少ない方が楽ですよ。だって、俺ライブ配信やったことないですけど、ね、登録者数とかさ、人気あるやつって、ダダダダダって流れてくるわけじゃないですか。一つ一つに目は通せても答えれないですもん。そう、だから、ね、もう少ない人数の方が、はい、次、次これで、はい、次これで、みたいな。そう、答えやすいんで、まあ別にね、そんな何百とかさ、何千ね、増やしたいとかじゃないんで、ね、入りたい方だけ、よろしくお願いしますっていうことで、そんな感じですけど、何か問題でも。ね、本当に。どうなんだろうな。いろいろ調べたり、何人かの方から、その料金ですか？その料金で、まあ、1000円超える人って、日本だと少ないと思いますよ。ね、クソスジーでもさ、700円ぐらいでしょ。で、エガちゃんでも、エガちゃんいくらだっけ？エガちゃんで、700円ですね。そう、こんな感じです。エガちゃんで、はい、ここが。これですね。700円。そう、700円なんで、1190円ってね、まあ、上の方っちゃ上の方なんですよ。何が悪いって。だって俺のチャンネルだよ。どう設定しようか。俺の勝手じゃん。そうそうそう。で、コメントにもあったと思うんですけど、お金ないやつとかさ、なんかね、いや、どうしようかなとか、迷ってるやつは別に入んなくていいんで。めんどくさいんで。そう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 。あとは、コメントを優先的に編集します。じゃないと、もう過去動画だったりさ、何回もコメントされると無理。そう、無理。コメント返信するだけだろって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、いろいろさ、俺一人でね、こうやって出るでしょ？この後すぐ編集するでしょ？で、コメント来るでしょ？それにも返信するでしょ？もう忙しいんだわ。もう頭痛くなるわ。はい、っていう感じになります。なので、まあ、ご希望の方は、まあ、インスタ、ツイッターと、あと、YouTube の、コミュニティっていうところから、なんか情報、まあ、メンバーシップの、詳細が、載ってると思うんで、まあ、よろしくお願いします。まあ、またなんかコメント来そうだな。高えよって。だから俺安くないって言ってんじゃん。で、あとは、ストーカーも何人かいるんで、もう上げてってやろうかなと。メンバーシップで。だから、金払ってまでさ、見ないんですよ。そういうやつって。しつこいやつって。もうね、返信もしないのに、DM とかさ、もう何件も送ってくるから。本当に、うぜえわ。まあ、女性なんですけどね。はい、っていう感じであります。ねえ、まあ、ホストじゃないですけど、バレンタインデーも近いし、皆さんどうですか？明日でしたっけ？ 14 って。みんななんだろうな、チョコレートもらってポストするやつとかいるんだろうな、彼女からもらいましたとか、職場でもらいましたみたいな。まあ俺しねえから。いや、もらったらしますけど。ねえ、返すことを考えないと。もらって終わりじゃないですからね。そうそう、もらってその、3倍返しでしょ？違うのかな？ 1 万円のもんもらったら3万円返さないといけないでしょ？そうじゃないの。はい、っていう感じになります。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。